聞いて、イケメンさ、もうクイズ番組出ない方がいいんじゃないかなと思ってるのね。あのイケメンだからさ、みんな気使うわけ、一応すごいねとか頑張れとかでさ、イケメンがさ、もうすげえバカみたいな答え言うのよ。それ昔の鶴野とかさ、上地君みたいにさ、可愛げがあるやつさ、それは人気も出るしさ、可愛いねって済むんだけどさ、面白いやつだな。さあ答えどうぞ。ハムがちょっとわかりませんいやいや、それなんか言わなきゃで、なんか言えってさ、見当違いって言ってみたりとかで、ブブーってさ、ちょっと今問題の意味が分かんない、問題の意味が分かんない、問題の意味が分かんないっていう美人と、いわゆるイケメンのバカなんかさ、それでもさ、なんか笑えたりさ、可愛いなとか言うんじゃないの、本当にかっこつけてるの、問題分かんないことさみたいなそれをでみんな見透かしてないと思って、本当にたまたま、あ、今たまたま趣旨が分かってなかったんだなって思わせる、その芝居下手だよ